2016年4月24日、中国のインターネット上に、日本の細やかな気配りを称賛する記事が掲載された。記事は、日本には、感動的で温かい細やかな気配りがたくさんある。特に、サービス業では、客のための心遣いが非常に行き届いているとし、いくつか例を挙げて紹介している。まずは引っ越し業者。日本では、家の中やエレベーター内に養生をして、家具や建物を傷つけないようにすることはもちろん、作業中は、ご迷惑をおかけしますと書かれた札を掲示するなどして、付近の住民にも配慮する。次に電車だ。車椅子の乗客が乗り降りする際には、駅員が必ず電車とホームの隙間に渡す板を用意してくれる。また、日本では、賞味期限や消費期限を参考にしている家庭が多い。特に、日本では、卵の一つ一つにまで、直接またはシールで賞味期限が表示されているものもあり、この徹底ぶりには、中国人も目を丸くするようだ。記事は、さらに、日本のスーパーでは、会計を終えた後に袋詰めする台に、無料のビニール袋が設置されており、袋の口が開けやすいように手を湿らせる付近まで設置されていることや、コンビニのレジの前には手荷物を置ける小さな台が設置されていること、横断歩道には目の不自由な人のために音楽で青信号を教えてくれる押しボタンが設置されていることなども紹介した。